オートショップトペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成4年式カプチーノ、走行4万5000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。ご覧のようにですね、車体色はですねホワイトです。白ですね。もちろんこちらはオールペンとなっております。で、塗り方の方も、かなり綺麗ですね。ボンネット裏とかトランク裏、ドア開けたとこまで綺麗に塗られております。はい、各部の、細かい状態を見ていきましょう。まずフロントバンパーですね。まあ、塗って間もないような感じなので特に目立つような傷などはございません。もちろんボンネットの方も、大きく目立つような傷、へこみなどはございませんね。そして、右側面ですね。で、そのままリア周りですね。トランク、リアバンパーともに、特に目立つものはございません。そして左側面ですね。そしてルーフの方もですね、ルーフの方は、黒メタリックですね。ノーマルは純正はガンメタに近い状態ですけど、こちらは黒っぽい、黒ですね、黒メタリックの方に、塗装し直されております。まあ、白と黒のコントラストが、かなりかっこいい、カプチーノですね。はい、外装以上となります。はい、続きまして内装のご説明です。まず、こちら目を引くこちらですね。ちょっと商品名は分かりませんけど、乗員保護のバーですね、こちらついてます。後ろから見るとですね、まあ、こんな感じでリアビューのワンポイントになっているのではないでしょうか。そして肝心のシートの状態ですね。多少のすれはありますけど、まあ、見ても分かる通り、まあ、そのすれもかなり少ない状態ですね。もちろん破れなどはございません。今映しているここがよく破れたりすれたりするところですね。で、座面の方もご覧の通りですね。まあ、まず走行距離がですね、こちら4万5000キロですので、まあ、内装のしっかり度はかなりのものですね。で、助手席の方もご覧の通りですね。はい、内装以上となります。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。まずですね、こちらステンメッシュが巻かれてますね。インタークーラーのパイプにですね。そして社外品としてはこちらのストラットタワーバー。はい、で、各部のサビの状態を見ていきましょう。まあ、ストラット関係もこんな感じで、かなり綺麗な状態ですね。で、下回りの時のご説明にもありますけど、こちらの車両ほとんど錆がない状態ですね。かなり綺麗な状態となってます。そして、オールペンっていうのもお伝えしましたけど、こちらの元色外装がシャンパンゴールドの、なんですけど、そちらですね、純正ってか最初からですね、エンジンルームなどはこの色なんですよ。白なので全然違和感なく、ちょうどこうフェンダーが映ってますけど、外装白の中も白、まあ、塗り替えという感じがしなく、かなり綺麗にまとまってますね。もちろんボンネット裏とですね、あとオールペンの時僕よく確認するんですけど、こちらのトランクの裏だったり、このドアのこちらですね、ここら辺が塗られてない車両とかあるんですけど、そちらも綺麗に塗られており、
元色が白という感じのお車となっています。はい、ちょっとエンジンルームと補足ありましたけど以上です。はい、最後に下回りのご説明です。まずは、フロントの足回りから見ていきましょう。はい、ショックはビルシュタインのショックですね、純正形状となります。そして、サビの状態なんですけど、ですね、表面サビですねはございますが、深い、サビ腐食などはございませんね。はい、そしてフロアですね、こちら、防サビを兼ねて、シャーシーブラック、下回り塗装が、施されております。ま、見ても分かる通りですね、特に深いサビの上から拭かれたものではないです。これからの防サビですね、これはあの私も、おすすめしている、処理の一つですね。まあ、これから長くカプチーノと付き合っていく上で、これはありな処方、だと思います。そして、リア周りですね、リアも、フロント同様、これですね、ビルシュタインの純正形状ショックですね。で、足回りのサビも、フロントフロア同様、特に深いサビはございません。はい、以上のようにですね、かなり、綺麗な状態を保っているカプチーノだと思います。下回り以上です。